大姫、源頼朝の娘。大姫、大姫、自称2年、1178年、研究8年7月14日、1197年8月28日は、平安時代末期、鎌倉時代初期の女性。鎌倉幕府を開いた、源頼朝の長女で、母は、北条政子。頼朝の子としては、第二子長女。政子の子としては、第一子で長女。 大姫というのは、長女を意味する通称で、本名は、一万とする説があるが不明。六歳の時に頼朝と対立した、源義仲との和睦のため、義仲の着難、義高と婚約するが、義仲の敗北に伴い、義高が処刑されたことに衝撃を受け心を病む。後の演壇も拒み通し、言葉天皇への受大の話も持ち上がったが実現する。 ことなく二十歳で創生した。自称二年、百七十八年、頼朝が伊豆のる人だった頃に、夫婦の間の最初の子として誕生。母の政子はその父、自制に結婚を反対され、幽閉されたがそれを振り切り、大雨の夜をしのいで頼朝のもとへ走ったという。自称四年、一百八十年八月、王姫が数え三歳の時に、父、 頼朝が挙兵、東国を制圧して、鎌倉殿と称されるようになる。樹栄2年、1183年を春、る、頼とと対立していた、源義仲は、長男で、当時11歳の元義高を人質として、鎌倉に送り、当時6歳の大姫の婿とすることで頼朝と和議を結んだ。なお、義高と大姫は、またいとこ妹にあたる。しかし、 頼りと義仲の関係は、破局し、翌年の樹影三年、1184年正月、義仲は、頼りの送った軍によって、都の郊外で廃止する。同年、改元して、元略元年4月21日、6月1日、頼りは、将来の過婚を立つべく、義しの殺害を決める。それを漏れ聞いた次女たちから知らせを受けた王姫は、明け方に、義しを、 女房姿にさせ、次女たちが取り囲んで邸内から出し、ひずめに綿を巻いた馬を用意して、鎌倉を脱出させる。吉高と同年の側近であった、運の三ゆ氏を身代わりとして、吉高の寝床から田草を出し、吉高が好んで、幸いしと、いつも、すごろく勝負していた場所ですごろくを打ち、その間、電柱の人々はいつも通り吉高が座っているように思っていたが、夜になって、 ことが露見する。頼朝は激怒して、幸石を召し取り、堀地下市や伊賀軍を各所に派遣して、吉高を討ち取るように命じる。終章した大姫は魂を打ち消すほど、討ちしおれてしまう。4月26日、6月6日、親家の老頭である、東内光清が鎌倉に戻り、入間原で吉高を討ち取った旨を報告する。 このことは内密にされていたが、王姫の耳に入り、悲嘆のあまり水ものを通らなくなるほどだった。6月27日、8月5日、政子は、王姫が病床に伏し、火を追って憔悴していくのは吉高を撃ったためだと、憤通り、一重に撃ち取った男の配慮が足りなかったせいだと、頼朝に強く迫り、東南光清は晒し首にされた。 七歳であった王姫の心は深く傷つき、その後十四年を経ても、吉高への思いにとらわれては床に伏す日々が続く。吉高のための追善供養や度胸、各寺院への祈祷などあらゆる手が尽くされたが効果は、なった。現吉高が殺害された直後の原略元年、1 1 8四年8月、後白河法皇は台頭する頼朝との関係を、強化すべく、摂政。 この絵元道に頼朝の娘を嫁がせる意向を示した極洋同年八月二十三日上。この絵家には、頼朝の乳母である、引き荷の外孫である、これ胸正久、島津氏の祖が使えており、法王や祈祷がこれ胸正久を介して、頼朝周辺に働きかけた可能性がある。しかし、祈祷に変えて、叔父の九条金金を殺生として推す意向に、傾いていた頼朝は、 最終的には拒絶している。元9五年、1194年8月、頼朝のおいでとの貴族である18歳の一条功能が鎌倉へ下ってくる。17歳になった王姫が病床から一時昇降状態になった時、頼朝と政子は功能との縁談を進めるが、王姫はそんなことをするくらいなら、深淵に身を投げると一言のもとに拒絶。 頼朝はそれ以上話を進めることを諦める。頼朝はその年の10月から上落の準備を始め、翌研究6年、1195年2月、政子と大姫、頼家らの子女を伴って、京都へ登る。表向きは、東大寺の落景供養であったが、都では大姫を、後鳥羽天皇への火にするべく時大工作を行っていた。頼朝は、宮廷の実力者である。 土見門道下と単語局に盛んに接触を図る。3月29日、5月10日には、単語局を招いて政子と大姫と対面させ、金星の薪絵の箱に、砂金300両を収め、白あや30パンなど多くの派手な贈り物をし、その従者たちにまで、引き出物を送った。前回の上落では胸金を開いて語り合った、名優の九条金金には一度しか面会せず、 雑事ばかりを語って、政治的な話はせず、贈り物は馬二頭のみであった。金金は、娘がすでに、後鳥羽天皇の中宮のになっており、土見かどみちちか、単語局とは性的であった。頼朝は、妹婿で徴用していた一条義康との三景の、予定も突然保護にし、単語局に同行している。頼朝はかつて、後白河法皇の死去の直前、 陰近親の道近や単語局が勝手に陰の荘園としてぶんどろうとした国画料を金金と共に断固たる処置で元に戻した。単語局と接触した頼朝はこの金金の決定を突然取り消したのである。翌年、金金は一門と共に失脚する研究七年の政変。頼朝は多大な犠牲を払って王姫の受代を図ったが、王姫は 病から回復することなく、研究八年七月十四日、千百九十七年八月二十八日に死去した。去年二十、大姫受大運動は、頼朝が、道地下、単語局に利用され、結果的に朝廷の反幕府派の台頭を招く、重大な結果をもたらした。頼朝は、大姫の死後、次女、三旗の受大工作を進めて、 女吾となるも、自身と三旗の相次ぐ病死で頓挫する。それまで常に冷徹な政治家であった、頼朝のこれらの最大の失策は、父親としての思いからとも、娘を天皇の記載に立て自らが、外籍になるという、中央貴族の末裔としての意識を捨てきれなかった、限界とも評されている。上落時に、王姫の墓と伝えられる塚が残るほか、 大姫の守り本尊であった地蔵を祀った地蔵堂、岩泉地蔵堂が扇ギガやつに残る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。